んばんは、スポーツです。まずはサッカー J2 ロアッソ熊本です。リーグ戦復帰後初の連勝に向け、岐阜との試合に臨んだロアッソ、劇的な試合展開になりました。最後までしびれる試合で熊本先制、熊本勝ち越し3対2。諦めない姿勢っていうのをまず見せれたのかなと。追いついた、追い抜け出したレオミネイロ、フリーだ、シュート、フリーだ、フリーだ、シュート。前節無失点で勝利を収めたロアッソ。岡本、前半終了間際、アンデルソン落とす、前を向いてシュート、決まった。高柳が先制、7年ぶりのゴールを決めます。見事な連携でしたね。はい、同点に追いつかれた後半43分でした。通った、シュート、決まった。ここはシュートしかないと倉川、土壇場で勝ち越します。アディショナルタイムに入った47分、このプレーで岐阜にフリーキックを与えてしまいます。嫌な時間帯ですよね。はい、後ろに岡根、どちらを狙うか、誰を狙うか、岡根か、パンチング、シュート、まだシュート、残り1分半で同点に追いつかれます。やられましたね。このまま試合が終わるのか、しかし選手たちは諦めませんでした。ロアッソ残り30秒でフリーキックのチャンス。今度はこちらのフリーキック、最後のプレーです。マキを越えていった清武のところ、胸で落として、キムテヨン、前が空いたのを見逃しませんでした。胸で落として、フリーだ、シュート、豪快、再び勝ち越し、勝ち越し3対2。勝利への執念を見せたロアッソ、リーグ戦復帰後初の連勝です。その場に座り込む選手もいます。そして最後にボールが来て力を振り絞って蹴ったんで気持ちよかったです。次もまた勝てるように、あと4連戦残ってますけど、一つ一つ大事にして勝てるように頑張ります。いや、どのゴールも素晴らしかったですけど、あの土壇場で追いつかれただけにね、突き放すゴール、スーパーでしたね。そうですね、本当に最後の最後までどうなるかわからないところが面白かったです。ハラハラワクワクドキドキしましたね。はい、それでは順位表です。この勝利でロアッソは11位と、前節から4つ順位を上げました。まだ5試合少ない中での暫定順位ですよね。はい、そうなんです。もう頑張ってますよね。まだまだ、はい、これからですね。そして次の試合です。まずあさっては京都サンガとの試合が行われます。そして来月3日にはいよいよ県内でのホーム戦が再開します。こちらはセレッソ大阪との試合です。はい、強豪との試合が続きますが、この勢いで勝ち上がってほしいですね。ね、マンデーロアッソです。今崎さん、見応えのある試合でしたね。もうハラハラドキドキでした。はい、昨日アウェーで FC 岐阜と対戦したロアッソ熊本、試合終了まで目が離せない展開となりました。地震の影響で2週間で5試合という2週間で5試合連続という過密日程の初戦を迎えたロアッソ。試合は43分、パスワークから抜け出した高柳が落ち着いて決めて先制。高柳のロアッソ加入後初のゴールが生まれました。その後同点に追いつかれたロアッソは後半43分、倉川がシュート。素晴らしい。倉川の今季初ゴールで勝ち越します。そして勝利を確信したアディショナルタイム、
岐阜に同点ゴールを許し、土壇場で振り出しに戻りました。試合終了まで残りわずか、ロアッソのラストプレー、キム・テヨン相手をかわしてシュート、おー、劇的なゴールで試合を決めました。これは見事ですね。すごいすごい。正直に嬉しいです。最後にボールが来て力を振り絞って蹴ったんで気持ちよかったです。キム・テヨンのゴールでロアッソが復帰後初の2連勝を飾りました。次もまた勝てるように、あと4連戦残ってますけど、一つ一つ大事にして勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。これはしびれますね。最後に最後にあのシュートだったらば。そうですよね。で、連戦が続きますけれども、一つ一つ勝利を重ねてほしいですね。はい。そして次勝てば3連勝ですので、気になる次の試合はあさって29日に行われます。アウェーで京都サンガ FC と対戦します。マンデーロアストでした。スポーツは山崎アナウンサーです。こんにちは。まずはロアストです。昨夜はアウェーで岐阜と対戦。試合残り時間2分から大きく動いたゲームで劇的な勝利です。このゲームまで2勝1引き分けと3試合負けなしで調子を取り戻したロアッソ、前半43分岐阜のカウンター攻撃を島田が懸命のディフェンスで防ぎます。そこから丁寧にパスをつなぎ、清武、高柳、アンデルソン、最後は高柳のシュート。つないだパスは10本、高柳は2009年以来、実に7シーズンぶりのゴール。キャプテン岡本の第3子誕生をゆりかごパフォーマンスで祝福します。しかし、後半23分、岐阜のシュート性のクロスがゴールキーパー佐藤をかすめゴールイン。1対1の同点に追いつかれます。試合時間は残り2分、ゲームはここから大きく動きます。43分、中山のクロスに倉川、6試合ぶりのスタメン倉川のゴールでロアッソが2対1と勝ち越すと、アディショナルタイム3分、岐阜にフリーキックからのこぼれ球を決められ再び同点。それでもこれで試合は終わりません。アディショナルタイム5分、園田からのフリーキック、跳ね返されたボールをキム・テヨン、ミドルシュートが突き刺さり3対2。諦めないロアッソ、あまりにも劇的な勝利で熊本地震の後初めての連勝です。次の試合はあさって水曜日です。熊本地震の影響で延期となっていた第8節アウェーでの京都戦、そして来月3日日曜日はいよいよ待ちに待った熊本でのホームゲームです。諦めない気持ちが勝利につながりました。J2 ロアッソは昨日岐阜と対戦し、試合終了直前のゴールで勝ち点3を挙げました。連勝して波に乗りたいロアッソ、前半押し込まれますが守備陣が何とかしのぐと、43分、アンデルソンの折り返しを高柳が決めて待望の先制点を奪います。熊本先制1対0。後半も岐阜に攻め込まれる場面が続き、後半23分、同点に追いつかれてしまいます。なんとしても勝利をつかみたいロアッソ。その期待に応えたのは、38歳、ベテラン倉川でした。後半43分、ペナルティエリアでボールを受けると迷いなく振り抜き、勝ち越し点を奪います。ロアッソ勝利と思われたアディショナルタイム。セットプレーからのこぼれ球を押し込まれ同点に追いつかれます。しかし試合はまだ終わりません。
アディショナルタイム終了直前、ペナルティーエリアの外からキムテヨン。最後の最後まで諦めなかったロアッソイレブン、勝ち点3を手にしました。順位表です。ロアッソは15位から順位を上げて11位となっています。徐々にプレーオフ圏内も見えてきています。連勝ということで、はい、本当に勢い出てきたなっていう感じするんですけども、次はあさって地震で延期となっていた京都との試合となります、はい、ロアッソはですね、地震の影響で消化できていない試合があるということで、来月10日までに4試合という、まあ、連戦の日程になるんで ね、 そうですね、選手にとっては厳しい日程となりますが、その分パワーを、ね、送っていきたいですね、まあ、しかしながら波は来てますからね。そうですよ、はい、次も期待しましょう、はい。